ですわ。お腹が空きました。プーオパン、すごい、たい焼きいっぱいありますね。流行ってるのかな。右に曲がります。はい、焼肉屋さんですかね。なかなか、あれどんぐりですね。あれどんぐり、かわいい。どんぐり。相当まずくなかったら1回ぐらいこの辺のお店いろいろ入ってそうですよね。そうしましょう。早めに決めていかないと。なくなってくる。そうですよ、うん、近くなれば。なるほど。あ、歩いてきたら JYP にたどり着いた。そして今日の会場はこっちからの JYP からの、私たちは JYP の近くにあるジェラート屋さんにちょっと今一軒カフェに寄ったんですけど、カフェが閉店してましてなかったんで、ジェラートとりあえずチャレンジします。間違いないピンの入り口に女子たちが、まあ、ハートモンスターじゃないですか。あ、おパンチウサギかな。なんか、あ、チャンビンだ。あれ、みんなステイちゃんたちが写真を撮っております。なんか聖地ですか、ここは。今写真を撮られておられました。セール、ファンミーティングの。わーった。わー、ゆきこさんでした。一応ファンミーティング。よいしょ。誰かいるかな？いないかな？あ、めっちゃジェラート食べてる。見て、このジェラート屋さんに来て食べてたんだってっていうところに、なんか広告が貼ってあります。わ、買いましょうか。ジェラートの種類はこんな感じで、この中のジニさんはアールグレイを食べてたっていう噂を聞いたので、私はアールグレイと大好きなほうじ茶、この2種類のジェラートにしました。見てこの写真の数々、 JYP のお膝元だからっていうのもあるのかもしれないんですけれども、メンバーたちも立ち寄っているこのジェラート屋さん、なんか千いるカフェみたいな状態になって、ペン見でもこういうのってあるの初めてだったので、めっちゃテンション上がりました。あ、カップアイスクリーム、ほうじ茶、アールグレイ。マジックスクール仕様の感じになってます。かわいいデザイン。かわいいね。で、これで
アイスクリームが2種類飽きた。ジェラート持って行かなくていいですか？みんな行きましたよね。みんな行きました。はい、完成。推しが出ませんでしたけれども残念ながら。いただきます。いただきます。シャルモケスムニダー。あれぐらい行ける？まだこっちにこっちに刺さってないでこっちがのジミーが食べたというアルグレイ。こっちが私がただ単に選んだというほうじ茶。ほうじ茶が好きなんで。おいしい。今日1食目がこれっていう1軒目で心が折れなかった。うん、しみる。機内食の後に食べたのはじゃがりこ1袋とからのこれ。ひっくりなしにしていちゃう。じゃーん、やっと開いた。これもう本当に JYP のすぐ隣にあるジェラート屋さんです。じゃーん、 JYP です。はい、大野バス広告は多分相当ですよね、争奪戦ですよね。みなちゃんになってるけど。あ、そう、ここです。ここですよ。そう、私たち辛いの食べれましたっけ？辛いのありますか？入りましょう。わあ、すごい、なんか鍋が揺らってる。めっちゃすごい。というわけで今回の動画はここまで。お腹を空かせた私たち、ジェラートではやっぱり足りなかったので、この後お昼をここで食べたいと思います。その様子は次回。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。